ポケモン、ソード、続きやっていこう。真後ろ向いたな。さて、今回は、いわゆる三頭と呼ばれるポケモンを捕まえに行こう。まずソニアに、最後の一体の報告をね。あー、しないとね。岩窟が 100% と。OK。全員、これで見つけるはずなんだけど、いつものやつやって、OK。湖畔の洞窟。湖畔でいいんだよな。これで3匹ともまあ、ちょっと待って。生息地は一応確認しとくか。鉄心が凍てつきの海。岩窟は湖畔の洞窟。で、草原が巨人の寝床。最後のが難しいんだよな。じゃあ、飛んじゃうか。今回そんな長くならないはずなんだよな。待ってよ、回復したっけ？前回回復したっけ？してるね。じゃあ、ここにいるんだよな。てかまあ、録画外でここに、この王冠マークの場所に出現するのは、見つけたので、行っちゃおう。神殿の前か、ここは。割とすぐそこにいんだよな。うわお。氷のポケモンが多いな。クレバスのやつ出なきゃいいけど。いたー、危ない。普通にその辺にシンボルとしていいんだよな。録画外で一応出現の確認のために来た時にはこの辺にいたんだけど。あっちかな？違うね。この辺にいるはずなんだけどな。あれ？いなくね？いるはずなんだが、いた。こんにちは。コバルオン。今までのようなメインストーリー的な扱いではないから、普通に、どうだろう、捕まえれんのかな。確か、鋼格闘だったかな。寝ろ。格闘が全員入ってんのはわかるんだけど、確か鋼だった気がするな。鉄心だもんな。鉄心って呼ばれてるから鋼か。サイコカッター。あ、でも格闘入ってんだよな。危ない。もう一発殴っていいかな。あ、でもそっか、あられがあるから怖いな。ここは峰打ちにしとくか。オッケー、もう黄色ラインだったら、催眠術かけなきゃな。催眠術かけて、ボール投げていく感じにしよう。あられで多分、徐々にダメージ受けてってくれると思うから。あんまね、こっからはもう減らすことじゃなくて、捕まえることを優先して投げていこう。オッケー、寝たね。さあ投げようか。一発で入れば全然ありなんだが、やばいな、あられでどんどん削れてってる。入れ入れ。お？え？ああ、そんな甘い話ないか。あ、早いな。はい、終わったー。こいつあられで死んだわ。天候変えるやついなかったっけ？連れてこなきゃな。あー、もう。多分ね、
空飛んでここに戻ってくれば復活するはずなんで、一旦回復挟んでこようか。さて帰ってきたけどいるかな。いたいたいた。さあちょっとね、天候を変えるポケモンがいなかったので砂吐き持ちのキシメンを連れてきたんだけど、どうだろう。攻撃をまず食らいたいとこではあるけど、まあ炎のキパでもぶちかましとけ。オッケー、砂吐き発動するかな。オッケーオッケー、発動した。砂嵐だったら鋼は効かないからな。これで存分に奴の HP をギリギリまで削れる。インファイトでも一応効果抜群なのか。そんなやりたくないな。サイコカッターで2回で削れるかな。よし、とりあえず寝かせて。ここだけだよな、天候に問題がある場所って。一応まあサダイジャ連れていくか。いや怖い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 、急に削れたな。寝打ち全然効かん。でもまだ眠ってるわ。こっちが砂嵐食らう分にはいいんだよな。赤ラインまで持ってけ。起きるな。うわ起きた。やめてー。砂嵐が収まった。あークソ、あられ踏んのか結局。じゃあダメだな、この作戦ダメか。やばいやばい、また倒れちゃうよ彼。彼また倒れちゃう。ひえー、寝かせろ寝かせろ。いい、さっさと寝かせろ。おい外すなよ。お前何しに来たの。やば、いやもうボール問答無用で投げるしかないよな。キシメン使えないのか。もう入ってくれ、その方が君のためなんだ。はい終わった。もう終わったでしょさすがに。おーギリ耐えてる。いやでもこれで入んなかったら終わりだからな。はい終わった。バカ野郎。あーやっときたー。20分ぐらいかな、何匹倒したかな。5、6回は戦ったんじゃないか。はいよ、6回戦ってるわ。鉄心ポケモン、テラキオン、ビリジオンと共に一種地方のポケモンを守り人と戦った伝説があると。まあ一応ニックネームつけるか、もうめんどくさいからつけないでもいいんだけどな。いやいいや、コバルオンはいいや。ボックス、コバルオン、ビリジオンはよくて、テラキオンだけ名前つけてやろう。よし次はあ、その前に回復いこうか。さてと次はもうテラキオンかな。ビリジオンはちょっと範囲が広くて探すのが面倒だから、先に見つけやすいやつらからやっていこう。ここにいるはずなんだけど、どこにいる？ん？違うな。いたいたいた。
ここは天候関係ねえからな。存分に削れるぞ。まあまず催眠、初手催眠からの、オッケー効いた。サイコカッターで落ちないよな。インファイトは多分ダメなんだよ。あ、やべ、あぶねー。危ねえ、本当に危ねえな。格闘の方に、こいつ多分岩複合だったよな。あ、起きちゃった。岩が等倍だから抜群食らったのか。危ないな。ここから催眠術ボール投げアタックだな。もうひたすらにボール投げるだけだな、今回は。向こうのあられと違ってマジで天候ダメージないのありがたい。あ、間違えた、危ない危ない。さあ一発で入るかな。無理か。来た、早っ。お前早っ。5分もかかってねえぞ、出会ってから。ネギ味噌が91になったよ。岩屈ポケモン。桁外れのパワーの持ち主、小さなポケモンをいじめる相手はとことん叩きのめす。不良みたいな感じか。お前のニックネームはもう決まってんだわ。はい、お前はウルトロンね。とりあえずボックス。とりあえず回復というか、まあ、次の目的地が割とフリーズ村に近いから、外出なくてもここ飛べるか。いけるか。フリーズ行って、一旦まず回復ね。さて、で、こっからが問題で。あ、これあられあるんじゃないか、この辺。大丈夫かな。ビリジオンだけちょっと場所が広くて分かりづらいので、この辺は攻略の情報を頼りに行かせてもらおう。どこだろう。この辺下。ここ抜けたらあられ収まるかな。続いてる？あ、オッケー、収まった。どこだろう。どこだこれ。こっからもっと下に行けば会えるかな。攻略頼りにしてる感じだとこっちの方で合ってると思うんだけど。あ、ここだ。多分ここだ。ここ抜けて、どこだ？ちょっとチェック。どこだ？どこだ？これか？この木か？あ、いた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 。ビリジオン。あ、これ降ってる？あられ降ってた。まーためんどくさいのか。催眠して、ひたすらボール投げるかも。テラキオンじゃなかった。コバルオンの時にやったようにしようか。なんだったら何回もここ来そうだな。まためんどくさいな。食らうよな。さあ一発目チャレンジ。無理か。じゃあもう投げまくろう。あ、早っ。コバルオン何だったんだよ。ビリジオンも5分もかかってないぞ。オッケー。草原ポケモン。
コバルオン、テラキオンとともに一種地方のポケモンたちを守り続けた伝説が残る。ニックネームはいいや。とりあえずボックスで。で、この3匹を捕まえたことで条件解放でもう1匹捕まえれるんよな。その前に回復。回復はいいけど、そうか。まず、あいつらを手持ちに入れないといけない条件があるから。手持ちに入れようか。よし、回復。とりあえず回復。ソニアに一応話聞きに行ってみるか。はい、ソニア。捕まえたけど。そのポケモンは鉄心ポケモンのコバルオン？やっぱり私の仮説は正しかった。あ、ごめん、つい興奮しちゃって。はい、俺、あ、なんかくれた。経験飴 S。ちっちゃ、5個、あ、10個か。いや、残りもいるよ。残りもいるよ。オッケー。で？何くれんだろう。あ、ちょっと、ランク上がった。いや、いるよ、手持ちに。そのポケモンが草原ポケモンのビリジョン？ここだけムービー入るんだな。やったー、すごいぞ。見たか、おばあ様。あー、今のおばあ様には内緒ね。何？ちょっと争いしてたの？私の最高の気持ちをお礼として受け取ってよ。経験アメール、10個。で、ラキアのおかげで仮説が全て立証されたよ。本当にありがとう。チャンピオンじゃなかったら助手として誘えたのにな。はるか昔、コバルオン、テラキオン、ビリジオンは仲間を守るため悪い人間たちと争ったと言われている。それ以来人間を避けるように暮らしてたんだって。まあ確かに洞窟とかの奥にいるもんな、あいつら。でもラキアのポケモンになったってことは私たち人間にまた歩み寄ろうとしてくれてるのかも。いや、コバルオンめちゃくちゃ抵抗してたけどな。なんだか嬉しいね。さーて、早速帰って論文をまとめないと。あー、もう帰っちゃうの？まだ一匹残ってるんだけどな。帰っちゃうんだ。どうした？またな。あー、最後のでこのダンバルは結局何だったんだ？最後のポケモン見ないのか。最後のポケモンどこだっけ？さて、ここに来たんだけど。まあ、用があるな、ここじゃなくて。ボールレイクの湖畔。の、多分、画像を見る限りだと、あそこかな？ここだと思うんだけど。ここじゃないのかな？ちょっと待ってよ。調査しなきゃだな、まず。エナジーボール。ここだと思うんだけどな。あ、ここだ、ここだ。ここにね、これカレー鍋らしいんだけど、これがあって、ここで手持ちにさっきの3頭を加えた状態で、あ、違う、キャンプ。キャンプでカレーを食べると、最後の1匹が出るらしい。まあ普通にキャンプしてもいいんだけど、まず、それをやっちゃおう。メニュー。カレーをしよう。何やろうかな。よし、じゃあやろうか。今回は特選リンゴ。おらら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 。おお、寄ってきたな、いきなり。俺これリザードン級出したことないんだよな。誰か寄ってきたか。右側から誰か寄ってきたな。おらららららら。ここでこぼさずぐるぐる混ぜて、光がなんかいっぱい出ればいいらしいんだけど。多分ね、最後の愛情の入れるやつはね、得意なんだよな。みんながみんな反応してくれれば。そい。
あ、ちょっと外したか。どうだろう。もっと光が出てる気がするんだよな。甘口アップルカレー。さてどうだ。普通かな。魔法見るか。これで条件満たしたから出るはずなんだよ。来た、ケルディオ。しかもここあられじゃない。やったね、野生のケルディオ。ソニアの報告どうやら終わらせてないとダメだったらしいね。うわー、微妙だな。レベルも低いし、インファイトやめとこうか。とりあえず眠らせて。でもインファイト、どうしよっかな。120っしょ。最悪倒れてもまあ挑戦できるから撃つか。はい、ダメだったわ。あれ、でもなんで俺ケルディオの情報持ってんだ。これもう一回カレーやったら出んのかな。ケルディオと戦うの初めてのはずなんだけどな。さて、一応できたけど、今回はそんなでもない気がするんだよな。渋口ハンバーグカレー。ああ、魔法ミル級かな。もっとがっついてくれるもんな。これで出るかな。あ、出ねえな。一旦飛んだ方が良かったのか。辛口トーストカレー。どうだ。ああ、マホミルだな。火が強すぎんのか。これで出てくれるかな。あー、オッケー。一回エリア移動挟んだ上でキャンプしないとダメなのね。まあ今度こそ失敗しないでしょう。峰打ちで殴ってればいいだけだもんな。とりあえず催眠術。さて、まあ普通にもう峰打ちで殴るしかないかな。うわ、めんどくさ。全然減らないもんな、峰打ち。よし、来た。まあさすがにあられもなければ楽だったね。コバルオン何だったんだ本当に。ケルディオはまあこれまで名前つけなかったけど、せっかくだからつけてやるか。はい、出現条件のカレーで、ね、ボックスへ送る。あれ、俺なんか説明読んでねえな。あれ、なんか戦ったことある。俺なんかで戦った、あれ、あったことあったっけ。ないはずなんだけどな。通信対戦してるわけじゃないから。あれ、ここじゃないのかな。おかしいな、どこにもいないんだが。え、どこにもいないんだけど、あいつ何者なんだよ。不思議が残るな。とりあえず帰るか。ちょっと待てよ、なぜ俺はこいつのデータを持ってるんだ。
ちょっとソニアのとこにでも行ってみたらわかるかな。違う違う。おかしいな。ちょっと飛んでみるか。ソニア研究所にいるかな。研究所？家か。これは家か。こっちは家だな。家にはいないか？マグノリア博士はいいんだもんな。うん、研究所の方だな。こっちじゃないや、町の方だ。こっちか。おかしいなぁ。俺なんでデータ持ってんだろう。あれあれ、ああ、なんだかんだでまたこちらで働くことになりましたの。ああ、なるほどね。ああ、正解だ。ここに来てみて正解だ。コバルオン、テラキオン、ビリジョンの他に4匹目の伝説がいたの？ぐらら、もうちょっと粘ってればよかった。なんか笑ってない彼。オッケーオッケー。これで図鑑に入んのか？いねえじゃねえかよ。いや、あの空いてるスペースに入るんじゃないのか？なんでー？図鑑もちょっと調べてみっか。いや、いねえな。なんでデータ持ってたのか全然わかんないけど。まあいいや。次回は、そうだな。まあ、用があるから、一旦フリーズ村に戻っとこう。さて、前回じゃねえや。今回はね、3頭プラスケルディオを捕獲するっていう話だったんだけど、このカレーの王子様はどうしたらいいんだろうな。まあ、次回はピオニーに、さっきじゃねえや、前落としてったメモを届けに行けばいいんだよな。ただ、なんか、その後に、どうやらバトルっていうかなんか、トーナメントがまたあるらしいから、今回のダウンロードコンテンツは。それやったら、ポケモンの実況を、騒動は終わりかな？まあ、とりあえず、次回、ピオニーに、落としたメモを届けに行こう。君もよく頑張ってくれたな。今回で、君は終わりだ。というわけで、今回はここまで。それではまた次回、さよなら。バイバイ。正面向いてほしかったな。